2011年大阪市長選挙は2011年11月27日に投開票が行われた大阪市長を選出する選挙。現職だった平松国夫の人気満了に伴う選挙である。大阪府知事であった平松は主な主張として橋本の大阪都構想教育基本条例案職員基本条例案に反対を表明している。また、 橋本を独裁的であると主張しており、大阪都構想が大阪丸ごとのっとり宣言であると批判した。橋本は主な主張として、大阪には不知事と市長の2人の指揮官がいる。府都市の財源を1人の指揮官に集中させ、大型開発を推進する大阪都構想、また職員基本条例案、教育基本条例案などの制定を掲げた。 同日行われた大阪府知事選の投票率は52.88%だった。なお、大阪市長選で投票率が60%を超えたのは、1971年の大阪市長、大阪府知事同日選挙以来40年ぶりであった。2名、届け出順回票結果は、下記の通り。当日有権者数、210万4977人。 最終投票率60.92%平松の古巣でもある毎日放送では2011年11月24日の19時20時54分枠にて激突。選挙直前スペシャルどうなる大阪の運命と題する生放送のテレビ討論会が企画された。2011年11月27日に党を開票される大阪市長選挙では 現役の平松国夫と前大阪府知事の橋本徹の一騎打ちとなり、この選挙が確定的となった9月の段階で、テレビ討論会の開催が検討され始めた。毎日放送は、全国が注目する選挙だからこそ、放送する意義があるとして、二人によるテレビ討論会の開催を企画した。討論会では、この二名の候補と、ジャーナリストの田原総一郎、さらに、 大阪市民50人をスタジオに迎え、さらに視聴者の市民からの電子メールやツイッターを使ってリアルタイムで意見を募集する視聴者参加討論にすることが決まっていた。ところが11月中旬のマスコミ機関各社の世論調査で橋本候補が優勢とする報道がなされたことから平松候補側が今の状況では選挙戦略を練り直さないといけないので、 出演することができないと放送前日の11月23日になって申し入れた。これを受けて MBS は急遽この討論会の開催、放送自体を休止することを発表とし、当初後日の遅れネットで放送する予定になっていた TBS テレビ制作のスパモクモンパワフルフェイスのネット受けに差し替えた。これによりメールツイッターでの意見募集も中止となり、 MBS 選挙特番のツイッターも投稿がすべて抹消された。